お疲れちゃんです、ラットです。だけど今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらのちょっと変わったゴーレムデッキ紹介していきたいなと思います。まあゴレにねマジアチャが入ってるっていう、まあ、この時点でなんかゴレで攻める気ないやろみたいな、始まりでマジアチャ取るにしたいだけやろみたいなデッキなんですけども、まあ、あとちょっと周りがねこうアイスピファイスピコウモリっていうちょっとなんか回転が早めなね、まあ、デッキになっています。なんか昔こう日本のねあの阿部木さんっていう方がいて、その方はもうアイスピファイスピトルネゴレをね、もう極めてて、あのすごいねマルチ上位にも行かれてた方がいたんですよ。だからゴレにアイスピファイスピっていうのは普通はちょっとありえないんですけども、だから意外とそうトルネプラスのアイスピファイスピでこうなんかゴレの爆破とかもねいろいろうまく使いつつみたいな戦術がね、まあ、あるんですけど、これちょっとね海外のプロプレイヤーのねあの人がちょっと使ってたので今日これ使っていきたいなと思います。さあユーノ、これちょっとキング起動します。さあ今回の相手はコカちゃんかな、ムートーとあとなんだろう、ああそうプリン型ですね。まあデリバリーかウッドかで、あとハンターいる、まあ高回転の、最近ちょっとトレンドのねコカツデッキでございます。まあウッド系が僕1枚もないですけど、おディガーだ、ごめんなさい、ディガーだとちょっと違いますね。プリンセスとか、まあ、ウォールブレイカーとか大変なんですけども、ゴブリンブレルもね、あのファイスピがね謎のファイスピがあるので、僕はちょっとこのファイスピで頑張れたらいいなと思いますね。よいしょ。で、まあ、陸系はそんな強くないので、まあ、ダックネとかもね、ちょっと使いつつ、で、ゴレ出せたら出したいんですけど、結構相手がこう、ずっと攻めてきてる、ペースなので、一旦ね、守ります。ちょっと落ち着いたなって思ったら攻めます。さあ、相手はめっちゃ積極的に攻めてきますね。いや、このままマジエチが行かれるんですね。で、コウモリぐらいつけとけば、なんか、うざそうじゃないですか。で、ウッド使ったから、このファイスピとかもつけちゃって、みたいな。これ、デリバリーとか来ちゃったら、ちょっと安いよね。おー、綺麗に守られていく。なんだろうね、なんか。これちょっとあれかな、アイスピートルネとかで耐えれるのかな。あ、うお、すごい、耐えれちゃった。今なんか2発入りそうな香りしてたんですけどね、2発もギリギリ入れなかったな。なんか、なんでさ、なんかそのトレンドのウォールブレイカーデッキってディガーが入ってないんですよ。だからその、トレンドのウォールブレイカーデッキの、まあ、ディガーの枠何かをディガーにしたんですよね。そうウッドとかが入ってないのかな、もしかしたらウッドとかデリバリーの枠がディガーになった説ありますね。となると相手は中型スペルがないって考えて、ここファイスピが強いですよ。ほい、いやファイスピ強え、こう見るとウォールブレイカーにだけ強いですからね。あの橋前マジアちゃんも皆さん、これを僕がやりたかっただけですね、ぶっちゃけ。てか多分、これやる用のデッキなんですよね。で、あ、ウッドあるの？あれ？なんだろう？あ、ハンターか。ハンターの枠がもしかしたら、ウッドになっ、ウッドじゃない、ディガーになってる説ありますね。オッケーオッケーオッケー。さあ、あ、これ待って、コウモリで折れたから、このゴレ展開いらなかったですね。まあ、ウォールブレイカーとかバレル来ても、このね、最強のファイスピがいます。オッケー。さあさあ、ちょっとね、いらない、いらないゴレ展開しちゃったんですけども、よいしょ。オッケー。いや、これ、まあ、ゴレも一応刺さってましたけど、まあ、マジアチャバカ刺さってましたよ。マジアチャで、相手のユニットも処理しつつ、で、ゴレの爆破にね、こう、巻き込まれると、ゴレ爆破って結構ダメージあるので、まあ、ゴレ爆破プラス、まあ、マジアチャの犬器で、ダメージを与えつつ、相手のユニットも処理できるので、おぉ、プリンちゃん流行ってんな。プリンセスさ、マジ、ハシマイプリンがバカ強いんですよ、今。だから、ハシマイプリンをちょっとね、加工してほしいなって思ってまして、どう加工するんだろうな。撃つまで。衝撃がちょっと遅くなるとか。ハシマイプリンマジで強いんですね。お、そう、これは、あれかも。さっき言ってた、本当の枯渇？本当のってなんや。これちょっと言うな。うわ、全然枯渇じゃなかった、最悪だ。なんや。なんやねん、これ。カプリンちゃん、そんなデッキ知らんけどな。これさ、ゴレ釣りの方がいいのかなとか思いながらさ、なんか一応1コス系僕あるから、なんかこの1コス系で耐えようかなみたいなちょっと思っちゃいましたよね。これプリンスだけで耐えれそうだな。プリンス結構強いんだよね。オッケーオッケー、いいね。さあプリンベビーペッカファイボ、
まあ、なんだろうな、言うのも見ましたね。スカツーン、いや強、今のでダメージ大逆転。まあもうこっからは相手、ゴレ、あ、じゃあペッカ使ったし、それもね、ゴレ、ダックで、お、ファイスピン、ザップ。地味に縛ってたな、今、ザップ。見てからやったのかな。読みでちょっと位置ずれたとか。まあまあまあ、なかなかやりますね。あれ、ファイボーでしたね。ファイボー厄介ですけど、あの別に、一応ゴレデッキなので、これ。ゴレプリンスダックで組んじゃえばいいみたいな。で、まあ頑張ってもらいいの、あ、これ、ちょっとやだな。頑張って、あ、これマジアチリッカー。あ、で、スケアミもさ、ベビーも抑えたら、ファイボー残すなくないみたいな。よし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 。いいね、いいね。これさ、来た。髪取るね。髪取るね。あは、なんか、あは、お姫様が残ってる。さあさあ、ただの微妙なトレネでしたけど、若干稼いできましたね。で、このプリンぐらいだったら、アイスピで処理できそうだな。あ、出た。相手やっぱ読みザップやってるけど、2連続外してんな。さっきも僕、内側に出して外してて、今も内側に出したんですよね。いやー、これ、コウモリ出していいのかな。プリンかなんか来る。うわ、マジかよ。全然。わかるわけないじゃん、そんなの。あ、でもこれなんか守れそうじゃない？これは一応守るか。しっかり守っていきます。オッケー。で、まあこれ、ちょっとゴレ届かないですけど、まあ悪くはないんじゃないでしょうか。で、ちょっと暇だな。後ろから行きますか、ゆっくり。端前くらいでもよかったな、これ。さあ、これもゴレズドンですね。まあ逆サイ端前これ来ても、アイスピとかそういう細かいので頑張れそう。さあ、ファイボでこれ、ファイボじゃない、マジアチャで、さあ、グッドゲーム。オッケー。で、攻め取るのもできる、これ。いや、これやばくないですか。で、ゴレのバッカーに入りつつ、マジアチャでね、ユニット処理。これさては、最強まである。だってゴレに対してユニット出してこない相手いないっすもんね。まあ、あって施設か。ああ、だから施設系相手だと、ちょっと大変かもしれないですね、このデッキは。けど、まあ、ボムタワーぐらいなら、真ん中マジアチャで射抜けるし、まあなんかゴレダクネプリンス組んでみたいな、一回様子見て相手がそこでスペル使ったらもうマジアチャで終わりみたいな。スペルない相手にも勝てそうだな。しかもなんか地味にね、この1コス2コス系があるので序盤にこうしっかりちゃんと守ることもできそう。さあ、タルババア、タルババだとまあゴレとかもあるな。ゴレスケラなんだろうね。おー、いや待ってくる、マッチは多分ゴレなんだよな。ゴレ対決はね、何回かやったんですけど、ちょっときついっすね。なんか、ゴレ対決、ベビドラがね、勝てないかったんですよ。ベビ、相手のベビがちょっと強かった思い出がというか、記憶が。さあ、ゴボリーダクネといえば、まあ、アイスイズとか入ってる、まあ、ゴレデッキの可能性もまあありますよね。あまりちょっと引っ張っちゃいてやな。さあ、で、これちょっとうわー、いい、取るね。あれ、これ、居抜いていいのかな？いや、これはちょっとね、居抜きたいでござるが、まだ、耐えますか？一旦やめます。ちょっと、居抜きたくてしょうがないですよね。で、これ多分、単体プリンス今、爆破させると思うんだよな。ケツゴレ来た瞬間。いや、ちょっと、コウモリからのケツゴレ？いや、来ねえな。あ、来た！これ、多分、1本折れそうだけどな。1本折れるけど、俺守れねえか。ああ、いや、意外と。いや、ゴボリが強い。マッチョだな。うん。もういい。いや、でも折れてる。結構ダメージいってんな。え、これさ、どうやって守る？いや、プリンスいねえからさ、守れねえんだ。これ気づいたっすね。もしかして。もしかしてなんですけど、守れないな。あ、でもこれ、あれだ。このマジアチャと、後ろファイスピとかで、お、待って、いい防衛してる。いいね。まあ、ライトニングでこの人たち全員いかれちゃうんですよね。で、あ、待って、これ、あ、端前これいらんかったな。このアイスピであと400削ろうかな、思って。よし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 。アイスピで400削るプラン。で、これ、なんか逆サイとかの方がいい気がしますね。オリーとかゴレの受けに使わねえのかな。さあ、いやー、ちょっとなかなか。いや、でも、タル使ったもんな、これちょっと。なんかやりたい。やりたかっただけ。あ、でもこれ、いや、あれ？いいんじゃない？いいんじゃない？マジックアーチャーが？いいんじゃない？てか、なんだ、折ってくんなきゃ困るんだよな。いや、待って、折れない。あ、一発？あ、オッケー、危ねえ。こちら、残り時間稼ぎの端前、これ。で、このゴレの後ろ向いてるベビドラをコウモリで縛っていく。オッケー、オッケー。あー、いい、取れない。
これでもアイスピと、あ、アイスピじゃない、ミスった、プリンスダッシュだ、トルネで、オッケーオッケー、時間稼いで、さ、時間稼ぎだけは強いよと。オッケー、このゴボリがあるかないか結構ね痛い部分なんですけども、あのプリンスね、マジ単体プリンス強いな。最近エレジャイにもプリンスとか、あ、ビセントベリキンだ、海外のあのプロでめっちゃ好き、僕がただただ好きな選手ですね。なんかクローンとかちょっと変わったデッキが好きだね、まあ、僕と同系統そうそう、なんてものは使いますね彼は。最後のプリンスがね結構なんか増えてるイメージがあります。なんかいろいろスケラ、ゴレ、エレジャイ、ジャイ、まあ言うてそんぐらいか。でもなんか結構強いイメージがありますね。ケツゴリやっちゃってもいい気がするんだけどな、やっちゃおうかな。やってでもマジアじゃないと逆再許容とかもしにくいなーって思うので、ちょっとだけ待ってね。ちょっとだけ待って。ハイスピー強いんですよね。なんか、たまたまホグガゴムレとか来ても、ガゴムレハイスピー処理とか、まあ、なんかハイスピーがさ、一応陸にも空にも、なんかいろいろ、細かい系にもいけて、一応陸域にもなって、みたいな。ハイスピー使われなさすぎだけどさ、今。ウォールブレーカー環境だし、ちょっとありだねっていう。気もしなくともない。まあ、タルババか。タルで待つってちょっとな、わかんないですよね。まあ、僕はあの、始めまじでしたい、できればいいので、まあ、2倍タイム、1倍タイム、あんま関係ないんです。うん。やろうかな。いやー、逆サイ守れねえかな。マジアじゃねえし。まあ、どうせなら2倍まで待ってみようかな。1回待って、これだけね、プリンスだけでも強いよな。結局。それだけで強くて、まあ、なんだろうね、相手が巨大スケルとかいる場合は、ゴレの後ろにダクネだけつけて、プリンス逆サイド飛ばしたりとか、まあ、ゴレの後ろ何もつけずにマジアチャで射抜くとか、なんか両サイドにやっぱ攻めれますね。プリンスいることによって、あとマジアチャもいるからかな。ちょっとおもろいですね、この編成が。さあ、行きます。うん。で、ゴレはなんかここよりここに出した方がキング起動されにくいです。てか、できないのかな、外にいたらトレネだけで。内側から行っちゃうとトレネでやられちゃうんですけど。さあ、ゴブオリアイズ、あ、エレジャイっぽいな、すごいエレジャイっぽい香りしてますね。あれトレネで引っ張っ、あ、ん、ゴレか、ゴレなのか、相手トレネ持ってるよな。今トレネ使ったな、来た。でこれあの延命します。来た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 、これがしたいだけ、いやこれがしたいだけだけど全然入ってない待って、今のでそんだけ、今のでそんだけか。今相手がトルネもライトも使って、マジアチャのね、もう最高なタイミングだったのに、今ので500ぐらいしか入ってない。ケチだな。さあ、これ、まあ、マジアチャで射抜けそうだけどな。まあ、ライトニング来そうっすよね。まあ、使ってくれたら使ってくれたでいっか。見に行ってこう。うん。まあまあまあ。溶かしつつ、オッケー、一回後ろから行こうかな。ちょっとむずいっすよね、この。うわー、めっちゃいいライトニングかも、それ。俺の言ったのが全部溶けそうじゃない？まあ、一応マジエチとかで、いや、ゴレ耐えて。まあ、プリンス、多分きついっすね。相手、アイウィズダクネなんで、これ、アイウィズ系トルネで吸っちゃえば。オッケーオッケー。で、コウモリぐらい足しとこうかな。あ、こっち向くな。えっ、で、いや、いい延命した。あ、待って。入る。カツン。あー、惜しい。いや、いいね。これちょっとマジアチャに抜きたいが、一回やめよう。一回やめて。よし、一回。うわー、めっちゃいい。ゴレ対決なんかあんまやんねえからさ、わかんねえしな、俺。で、ダクネなんか、今回微妙か？なんか、いや、出していいのかな？まあ、出しちゃうか。取るね。さあ、射抜きます。もう、射抜きたい。ああ、射抜いてる。ああ、爆破ですげえ変わっちゃうんだな。これ、ちょっとよくねえな。また、ライト来そうだけど。ああ。アイビスやべえな。取るねで、あと、アイスピ、取るねアイスピ大事。オッケーオッケー。トルネアイスピして、射抜きたい。射抜け。あ、待って、アイウィズ。なんかどんどん位置が変わっていく。
いやでもこれなんかいろいろ焼いてのトルネグうめ。さあと残り10秒10秒、待ってワンチャル。いやベビドラ世界一邪魔、ああベビドラ世界一邪魔、待って待って待って、ベビドラ世界一邪魔なんだけど、やば。いやめっちゃいいベビだったな。じゃあ相手のここのね橋の真ん中に飛んでるベビがさ、ずっとここにいんの。いやー、居抜けなかったか。もうちょい居抜けそうですよね。僕のこの居抜け具合では若干勝てた気もしないこともまあないかなと思います。いやなんか遅延ゴレめっちゃ流行ってますね。ちょっとまあゴレ今意外とこうババコアとかの、まあ、ゴレのメタカードも結構少ないので多分今ね強いです。ぜひね、このゴレマジアちゃんも皆さん使ってみてくださいというわけで終わります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントどうもよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。